あ皆さん、こんにちは。えー、と私はあのラドビスプの,、えーとまあ、あの開発者であり、ドクターの、えー、と安部と申します。よろしくお願いいたします。えー、と今回ですね、えー、とまず最初にラドビスプ、この新しい概念、周波数同調画像というものの説明をさせていただきます。 で、えっと、いろいろ、まあ、呼吸だったりとか、血流だったりとか、いろいろあるんですが、今回は血流原理を中心にお話の方をさせていただきます。えー、ちょっと、あの、大変な概念になる、大変というか、まあ、新しい概念なので、なかなか、あの、 認識するのは厳ししいかもしれませんがただあの、ウィキペディアとかそういったものをこう見ながらあこ,のこの場は何だろうなっていうのを見ていただければ比較的あの、えー、と分かると思いますし、えーとまあ、特徴をつかんでいただければ基本的には OK ですので完全にこの通りに計算できなければならないとかいう必要はありません、えーまあ、あのとりあえずやっていきましょうよろしくお願いします。 えとまず、ラドウィスプというあの商品なんですがあのラドウィスプという商品はあの、えー、と胸部の X 線の透過画像からあの呼吸、えー、肺炎の血流の周期的変化成分を抽出しその同調性の変化を動画として描することができるとで,ですので定義としては周波数同調画像、まあ、周波数同調動画を提供しているという内容になります。うん えっと、こちらの方にあの肺のレントゲン、あの投資画像ですね。えー、まあ、あの一般にあの伊東とか、あの、まあ、あの、例えばあの主義とかでも使う時があるんですけど、そういったあの投資画像、あの投資のところで撮影をします。うん、その投資の撮影の仕方としては、こういうふうに、あの胸部の、あの。 画像が全部入るような状態要するに9期から5期までの状態を全部入るような状態にして、えー、と連続撮影をします、えー、とあのモードによってあの大体あの、ね、そういうふうな連続であの撮るモードっていうのがあると思いますので、えー、とそれを活用してください、えー、と場合によってはあの昔の機械ですとあのちょっとその動画としての録音機能っていうのが低い可能性がありますがあのついてるある施設の方が多いかと思います その,、えー、とあの動画の,あの,、えー、と1あの1秒間に15枚とか12枚とか6枚とかいろんな設定があるんですけど、まあ、それを取っていただいて、えー、とそれを、えー、と解析をすることによってあの呼吸のこの右の上の方ですねこちらの方ですね呼吸の成分を、えー、と取り出したりとかこの左の下の。 あ右の下の下方ですね、えー、と血流の成分だけを、えー、と抜き出して画像表示をするというのがあのポイントになります、えー、と同じ透視の,の画像から呼吸の画像も抽出することができますし血流の、えー、と画像も抽出することができますですので、まあ、1回の検査で2つの画像があの出てくるといった内容になっています で今回はあの血流の話を中心にお話しさせていただきます。よろしくお願いします。でえっ、ー、とまあ、あの血流の話をしたいんですが、その前にまず呼吸のちょっと話をさせてください。えっ、ー、とで X 線画像ではこの左側の吸気時ですとこうあの白っぽく肺が見えて大きく見えますので溶かせが高くなります。でまあなんでかというとまあ肺の 空気,のあの空気が入ることによって、えー、肺組織自体の密度は低くなってますし、えー、ですので透過性が高くなるですので、えー、と肺が白く見えるとで呼吸地ですとそれはあの空気の方がえっ、ー、が入らなくなるので肺の密度自体は高くなっているので、えー、透過性自体はあの、えー、低くなりますだからちょっと黒っぽく映ります でそれがあの呼吸のこう連動によって白くなったりとかあの黒くなったりとかそういったあの連続性の方が感じられると思いますですので、まあ、肺のデンシティ要するに肺の透過性自体は呼吸の状態によってこう上がったりとか下がったりとかしているようなものが反映されているのではないかというのが、まあ、我々の,あの直感の中でもあの推察することができます。 とということで、えっと、呼吸の、えー、エクセンドガにおける呼吸の肺密度の変化は、まあ、呼吸の動態情報が得られている可能性が高いと思います。じゃあ今回の話、血管ですよね。じゃあ血管はどうなんですかという話になります。で、その時に血管、まあの方をちょっと抑えなくちゃいけないんですけど、えー、血管 血管に関しては、まず、えっ、ー、と、押さえとかなくちゃいけないのは、液腺画像でも血管も同様に、はい、あの、組織密の変化が反映されている可能性があります。 えとこのように図が出したんですけど、拡張血管の時には大体血管が膨張して太くなって、弾力性もあって太くなって、中にあの血液が入っている状態が拡張血管の状態ですよね、それに対して就職血管ですと、ぎゅっと詰まった状態なので、頸はもちろん小さくなりますし、内腔にある血液の液体成分も少なくなると。 をあの内腔の血液の状態とか、えー、と血管系が大きい、小さいということによって、えー、透過性は拡張器では低い要するにとあの邪魔なものが多いからですねあの X 線は通りづらいので <laughs> X 線透過性は低いで収縮する場合は X 線透過性が高いだろうとでそういったようにどういうようにこういう血液にもこういう風な波のような状態の方が生じますかという話になります。 で、その理論を踏まえて、えー、次のスライドいきます、えー。次のスライドなんですが、えっ、ー、と、X 線では、えっ、ー、とあの、これ、1960年ぐらいの論文になります。で、えー、と拡張器の方が血液があって、透過性が、ボリュームがあるので血液があの、透過性が低くなる。収縮器の方は、ボリュームが少なくなって、透過性が高くなるのではないかということなんですが、えっ、ー、と、これちょっと図見づらいんですが、これ、あの、右肺の、あの、 レントゲーの状態ですこれごめんなさいね、あの昔の論文であの本になってるやつをコピーしたんですごいあの、えー、汚いです。えー、とで右の下灰の末端の,の方にこの、えー、とピクセルを置いてプロットをして昔あのフィルムなんでそのフィルムのところに一回溶かして全部こう、多分プロットして測ってるんでしょうね。で、えー、とそれの方をまを計算したら、えー、とこんなふうに、えー、とこういうふうに波を打つと。で、同じようにここにこう四角いのがありますよね。 これ四角いのってあの、えー、と右第二球という状況です、えーと。心臓の脇の方になりますね、えーと。右肺の端っこの方なんですけど、そこのところを、まあ、あのプロットすると心臓の部分もカーディアクトイデ心臓の方も同じようにこう、えー、ドク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 と同じような波の打ち方をすると。なので、あの肺炎の回しの方に、えー、とこういった心臓の波の方が影響を与えてるんじゃないかというようなものが考えられると。で えとそういったところに実はあの心臓カテーテルをののやってあの要するに血流の末端のところをぱこっとはめてしまうんですね、このポストクルージョンというのはそういうことです、カテーテルのウェッジをかけたんですけどウェッジをかけるとこれが肺の電子こう波を打っていたのがピーッとこう見えなくなってしまう。 まあそういうふうな実験があって、簡単に言うと肺の,のデンシティがの血流の白動に応じてえと流れているという様が実はあのよく見たら反映されているんだろうということがうかがます。で、今回のえとラドウィスプの,やってるあの行っていることなんですが、エクセンドウカに、 動画における肺炎の透過性の変化に呼吸による肺組織密度の変化及び血流による変化が含まれています。なのでそれを分離することを考えています。 で実際に具体的にどういう,ふうなことをやっているかというと肺、まあの,あのピクセルがこういう,ふうにいっぱいあるので、えっと、こういういうに網目状にピクセルを小ちさちく押さえています、えー。このピクセルは肺の,の動きに即しているようにしているので不思議な網目状の状況になっています。でそれを、えっと、鮮度の変化を抽出すると要するにこの1つのピクセルだけでいいんですよ。 をずっと抽出するとこういうふうな、まあ、これ模式筋筆なんですけど、えー、とこういうふうな呼吸の成分によってこう上下する部分と、この血によってこうイガイガになる成分と、両方見えてしまう、でこの透過線の変化というのは、ちょっと複雑に絡んでるんですけど、これをえと分離できればいいんじゃないかというふうに考えています。 それを呼吸だったりとか血流だったりとか他にもいろ,いろんな成分の方があるとは思うんですけどその成分とかがいろいろ混じっているのでえとまあその部分の中でえとまあ呼吸だったりとか血流だったりとかそういった成分をえと画像化するということを目標にします。で今回は排血流の方の話なので排血流の部分をえだけを抽出してえ合成すると このように肺の血流の画像ができると、そういった原理になっています。次いきます。で、えっ、ー、と、まあ、ラドビスプはあの液晶等化動画から呼吸器の肺機能としての周期性の変化性も抽出し、その同調性画像をとして描写されています。周波数同調画像、まず、あ、周波数同調動画を提供しています。 で何をやっているかというと血流の周波数に合わせた成分を画像化することで血流周波数成分あの画像を提供しています、えー、とやっていることはあのラジオのチューニングみたいなんです。でじゃあ周波数って何やねんという風になるんですけど、えー、心臓だったりとかあの、えーえー、と脈拍だったりとかそういった心肺血流の周波数に合わせた成分を画像化しています、えー、そのために行う原理としてはあの、まあ、昔ながらのラジオだったりとかあのテレビの このガチャガチャとかやってた昔なんですけど、自分が子供の頃にもうデジ,デジタル化にはなってないけど、それに近いような状況になったので、なかなかこう、これを思い出す人はちょっと少ない、あの、ですけど、まあ、昔の、いや、こんな感じでやったんだな、というふうに思って、えっと、見てください。 でえー、とじゃあどういうふうにやるかというと、まあ、テレビのラジオのチューニングのように、えー、と血流の周波数を合わせた画像を成分するということはどういうことかというと、まず、えー、と撮影時の血流の周波数を認識します。<laughs> 要するに FM 曲がどこなのかという曲を認識しなければなりません。えーでまあ、周波数って何乗やといろいろ言われるかもしれないですが、簡単に言うと,、えー、と心拍です。 心拍だったりとか、まあ、脈拍とか、まあ、その辺でもいいですよ。で心,まあ、心肺の、えー、っと状況をあの把握すればいいです。でえーっとまあ、周波数というと難しいんですけど、これはもう我々普段から使っているものです、えー。例えば1分間に60 要するに我々あのえっ、ー、と脈を打っているのであれば1秒間での、えー、心拍はいくつですかというと1.0心拍になります1心拍になります。なので、えー、とこのヘルツという単位は、えー、と周波数、周期的な動きが、えー、1秒間に何回 How many, how often ですね <laughs> あの何回、えー、1秒間何回、えー、とそのカウントされるような回数ですかっていうタイミングで、えー、と 1, 1, 心拍に1秒間で1心拍であれば 1.0Hz。 例えばこれが90回とか、心拍が90とかだと1分間に90秒、だから60秒で90回なので、1秒間に直すと、要するに90を60で割ればいいんです、60分の90にすればいいんですよね。そうすると1.5心拍なので1.5ヘルツ。例えば1分間に120回、もうドキドキドキしてる人ですと、1秒間で2心拍なので2.0ヘルツ。 というような計算になります。で、それを置いといてで、今回はえっと x 線で得られた。x 線動画の各領域のえっと電子テの差分要するに1枚目と2枚目だったら2枚2枚目引く1枚目。 2枚目、3枚だったら3枚目引く2枚目の場合もあればまああのちょっとフィルタリングのやつの場合によっては1枚目と3枚目でやるとか1、2枚の合計と3、4枚目とかまあいろんなさまざまな方法があるんですがまあ要するに前後の電子の差分をまず取りますでそれをえとスペクトル表のえと作成を行いますでなんじゃねんていうと,なんかえと高校の物理での最初の頃にやったんですけど いきなり波のところからスペクトル表の話が出て、自分も面食らったんですが、まあ簡単に言うと、その波の表示を、まあなんつうんですか、成分表と言えばいいんですよね。スペクトルの成分表に表せると、何ヘルツ体にどんだけのものがありますよっていうふうに、成分表に作成することができますということをします。で、それはまあ,あ、具体的には FFT 解析というんですけど、ファーストフレートトランスフォーム。 風解析を行います、えーまあ、あの CT とかやるときにはフー解析やってますよとか言うんですけどあっちのやってるよりもこっちの方が原始的ですあの CT でやってる方があがちょっと方向性だとかいろいろあるのでフ、えー風解析向こうの方が難しいのですこっちの方がやってることは実は単純なことやってますあの高校の物理と同じようなことやってます で、そこに、で、その後に、えっ、ー、と、スペクトルの成分のうち、まあ、あの、一番で挙げられた、要するに、今、心拍どのくらいですか、えー、と今、脈拍どのくらいですかっていうものの周波数帯だけを取り出します。で、まあ、で、それで、えー、とどういうふうな、あの、こういうふうに、こう、成分表がある中で、あの、あ、ここが、あの、心拍ですよっていうところを出しています。 でそれを、まあ、得られた周波数で画像化すると、で具体的にはインバースト、えー、FFT、えー、インバースファーストフリ、えーアイトトランスフォームを行うというんですけど、ど、まあ要するにこのスペクトのここの成分、要するに心拍の成分だけを取ったやつを画像に戻していると,、えー、と、そうすると、まあ、血流の画像だけが見えるというふうな形です。 ですので、まあえーと、いろんな周波数 FM 曲がバーッといろんなザーっと雑音が聞こえているところに、えーまあ、79.5NAC5、えー、の、えー、と FM 曲だけ,だけをこうチューニングするとそれが聞こえるのと同じように、えー、と心拍の、えー、と成分だけをこうガチャガチャガチャっとこうあの成分表に合わせて抽出すると血流の画像が見えるとそういうふうな原理になっています次いきます で。 こうやって心拍の動きに乗じた肺の透過成分をラジオのチューニングだったりとか、こ,れはこういったものはバンドファースフィルターといいます。コンデンサーとか本当はそういったものによく使う方法なので、これはウィキペディアにもよく載っていますので、見ていただければと思います。それをデジタルライズしたもので計算させたら、肺の血流を非造液で、要するにさっきの画像、透過性のものなんですけど、非造液で あの秒数がされているものが見えるという形ですね、えー、だからあの肺のピクセル1枚のピクセルの方がこの、えー、と波の成分がいろいろあるんですけどその部分を、えー、と血流の成分だけ、えー、とピックアップしているとこういうふうな画像が見えるようになるとでそれをまあ各ピクセルごとに全部戻すわけですねそうするとこういうふうな画像に、えー、見えて取れるということになりますでえっ、ー、と まあ、血流の、えっと、流に合わせた肺血流の流れている姿がこのように見ることができますで心拍のリズムは肺血管にも同様に伝播するので、まあ、同じようなリズムですよねですので、まあ、呼吸器か息止めかにおいてあの心拍の同じものを抽出することで肥動、えっと、炎の中でも血流血管の流れる姿を流出することができるようになりますで、えー、っとまあ健常例なんですけどこれ見た目、えー、このようなのが正常になります 左側に見見ええてるるののは息止めの中で見える画像、右側では自然呼吸の中で見える画像です。まあ、あのどっちでも可能ではあるんですがあの肺の血管とか細かいところまで見るのであればやはり、息止めの方があのしっかりと見ることができるだろう。 ただあの、まあねえーと、意識が低下してたりとか、そんな息止めできるような状況じゃねえよ、特にあの結果の疾患ある人ですと、やっぱりそれ大変ですので、えーと、そういった状況の中でも、ある程度、えー、と対応できるように、えー、と右側の自然呼吸器でも判断することが可能になります。うん まあ、ただ、息止めの方もえう、っ、も、と、そんなに、えっと、受信箱もあればしっかりとしたデータが取れますので、まあ、あのドキドキしている人だったら、まあ、78秒息止め頑張ってねというだけでもしっかりとした画像を取れるので、まああのうんまあ、意識があってそれなりの方であればあのこういう風な息止めの,あの画像をしっかりと取ることが可能だと思います。うん でえっと、見方なんですけど、肺、ま、門、あ、から真っ白にこう流れている姿っていうのは、まあ、よく IVR で造影座をふっとこう入れたときに、ばっと流れていますね、あんな感じに近いものだと思ってください。まあ、ただ、ほぼ一緒なんですけど、ちょっと IVR の場合だと、造影こうゾイーーをこう長くぎゅっと入れられるんで、こう血管がずっとこう広がっている姿をずっと見ることができるんですけど。 えとこれの場合はもう心拍ですぐこう動いてしまうので、あの各それどれで見るというのが必要になります。えーとまあ、話は戻りまして、えー、と原理なんですね。えー、と今回のポイントの一つです。画像特徴です。えー、画像は X 線画像のデンシティの前後差分を画像化しているとあの。そのままのデンシティをそのまま映しているわけではありません。 その違いによってその変化を認識しているというふうに解釈してくださいで画像の X 線の心拍や血流の周波数に沿った変化のみを抽出していますですので特徴としては繰り返す心拍変化にそのまま沿ったもののみを見ているとででこれが問題なんですけど、まあ、同じように繰り返さない動きだと捉えることはできません えー、例えば AF のようなあのこうリズムが一定でない場合とかあとは、なんかこうね、機、え、械、ーあのー、収縮みたいなのが起こったりとか、なんかそういう風なリズムが途端にこう変化している場合ですと、えー、と繰り返しの調子にならないので、その検査自体がわけ,わ,けわからなくなります。 もちろんあの AF でもあの一定のこうリズムでこう AF をたどっている場合もありますから、ね、そういう時はあは普通に評価することは可能ですので撮影中にそういったあの変動がないことは一応確認した方がベストです。 まあ、じゃなかったとしても、その部分だけは後から抽出するということは可能なので、まあ、そういった形で、あのそれなりの,あの撮影の時の対応だったりとか、まあ、撮影後でもそれなりの部分だけを抽出することによって、ある程度の、えーとまあ、正確なあの画像化はあの可能だとは思います。で、結論に乗じたエ線の電子ティの変化量を可視化しているというふうに解釈してください。 でこれはあの後々上げるんですが PTE の患者さんですと血流のシグナルの分布が不均一になって血管の病室もなんか不均一で,で、えっと、こういうふうにこうあの判断に使えるんではないかということが分かります。これ右側になると治療後になるとちょっとフローが改善しているのが分かります。これはまた後で説明させていただきます別のスライドで説明します。でこういったものが一応あのあの国際段階の j a、えっと、クとかあのそういったあの えっと、アメリカの有名なジャーナルとかにも載るようになってきましたので、えっ、ー、と、今後、こういったものが、あの、活躍することが記載されます。今回は以上になります。ご清聴ありがとうございました。